はい、はい、は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 、ごめん、多いですよ。はい、どうも皆さんこんばんは。おはようございます。おはようございます。芦田瑞希でございます。新年明けましておめでとうございます。ちょっと遅くなりましたけども、はい、今年もよろしくお願いいたします。どうも、えい、はい、ね、トップバッターのグリさんが非常に緊張感のある恐怖を、されてましたけども、驚愕な子、私と非常に緊張感のない感じで行こうかなとですね。大丈夫ですか？いや、そんなことないですよ。はい、で、まあ、明けましておめでとうということで、今年一発目のライブなんですよ、僕個人的に。なので、今日は緊張感を持って行こうかなと思っております。はい、じゃあ、片山所長もむせるぐらい緊張感を、ね、出していきましょう。はい、いや、緊張感出すのは僕だけでいいんですけど、皆さんがちゃんとリラックスして聞いてもらったらいいんですけどね。はい、じゃあ2017年度、オープニングはこの曲からいきたいと思います。 Way of Your Life という曲です。聴いてください。No!
ているから、11日でした。はい、でそこからもう1ヶ月半から2ヶ月近く空いてしまったのでですね、これだけ空くと喋るネタがたくさんありすぎましてね、で多分ね、ここから1時間喋れと言われたら僕喋りますよ。誰も言わないから喋らないだけでね、それくらいあるんですが、まあちょっとそのこの1ヶ月ぐらいにあったことをかいつまんで30分ほどにコンパクトギュッ長いでは次の曲が最後の曲ですみたいな感じになりますよね。そうですね、僕は知ってる方は知ってると思うんですけども、最近マラソンをやっておりまして、はい、12月23日クリスマスイブイブの日はですね、リレーマラソンという、これは羽田空港じゃなくて、大井競馬場の近くにあるちょっと陸上競技場みたいなところを使って5人1チームで 42.195キロ走るみたいなやつをやって、それも完走しまして、そしてちょうど先週ですね、1週間前、湘南藤沢市民マラソンというのを走って、これが10マイルで16キロですね、これも完走しまして、こっちにないね、うん、いいや、乾燥症をね、ここで見せようと思って仕込んできたのに、そっちに忘れて、大丈夫ですよ。いや、それじゃないガサってなるから大丈夫、はい、ね、乾燥してまして、で、ちなみに昨日は練習で22キロ走って、今足パンパンなんですよ、ね、なので、今日帰るときに、お車を出してくださる募集中でございますナンバー言っちゃったらダメですよね、 YouTuber 上がっちゃってるから、大宮ナンバーの車とか溜まってますけどもね、はい、さあ、まあそんな感じでね、あるんですけども、このなんでマラソンやってるかっていうそのお話に関しましては YouTube の方にこのちょっぺいっぱい上がってますので、そこを追って見ていただけると、あるんですけども、今年の4月にね、岐阜清流ハーフマラソンという、そこを目指してるんですよ。そこを走るために今練習をしてるんですけども、その一環としていろいろイベントに出させてもらっているということで、詳しくはウェブをチェックということでお願いいたします、はい、ね、コンパクトにまとめてでしょ、コンパクトにまとめすぎて何を言ってんだかみたいな感じにはなってるんですけど、はい、本当 YouTube とかね、今日もこれもうまくいけばあげると、うまくいかなければあげない、そこは自分のさじ加減で、わざわざ失敗したやつあげるね、しょうがないということで、はい、で、まあ、YouTube というとね、僕は娘がいるんですけども、最近なんか YouTube 見てるらしくて、お父さんも見たよ、で、あの曲いいねみたいなことを言うようになってきましたね、で、なのでお父さん嬉しくなっちゃいましたね、なのでそのいいねと言われた曲を次にやろうかなと思うけど、親バカというか、あんまりね、まあ1月といえば阪神淡路大震災が、もう20数年前ですけどありまして、まだ20数年前だと思われない方はみんな生まれてます？でも生まれてないならね、そちらね、いらっしゃいませんね、ね、そんな大きな地震があったんですよ、神戸の方で、はい、でね、その時僕はまあ大学生だったんですけども、じゃあだいぶ年違うんだなってねだいぶ年の差あるよね、うちの娘よりちっちゃいのかな、はい、はい、ね、あれなんですけども、まあ、その、まあ、20数年前あって、で、ね、東北の震災も5、6年もうそんな前かにあって、で、まあ、その東北の震災
心を痛めまして次の曲を書いたんですね。まあ、僕なんかはね、あのプロでも何でもないですし、こういうところで歌わせてもらってる本当の、なんていうか週末ミュージシャン、週末って別に世界の終わりとかそういうことじゃないですか。ね、今週末の週末ね、週末 の, ミュージシャンをやってる感じなので、そんなね、復興の一助にみたいな、その、ね、大きなことは言えないんですけど、まあね、そういう、底辺レベルでこういう活動が盛り上がっていけば復興に近づくんじゃないかなという思いで書いた曲がありますので、次ピアノ弾き語りで、今日ね、全部歌う場所が違うんですね。誰だこういう曲順にしたの？緊張感あふれますよね、こうやってね。そうなんですよ、本当に。ですね、タイトルが虹がかかるまでという曲になります。震災の復興の一助になればという思いを込めて書いた曲です。ね、去年も震災いくつかあって、大きなのがあって、今年はそういうこともない平穏な日本であったらいいなと思いながら、皆さんも祈りながら聴いていただければと思います。虹がかかるまでです。空を見
久々にギターなんか弾いてみようかな、弾いたふりですけどねちょい待ってくださいね。昔はね、こうやってギター持って立ちでやってたんですよ。あのやり方としては音源を鳴らしながらギターを弾きながらみたいな感じでね、やってたんですよ、ね、やってたんですけども、もうギター遠ざかってかれこれ10年近くね、今ね、すっごい緊張してますすっごい、今日やるんじゃなかった。なんでやろうかと思ったかというと、今週というか、まあ、あの火曜日ね、この間の火曜日に武道館にわざわざ有給取ってブライアン・アダムスという人のライブを見に行ったんですよ。でその人がね、こう、まあ、バンドでももちろんやるんですけど、常にこうギターを持ってね、で弾き語り一人でやったりとか、武道館でですよ、何万のお客さんを前に一人でやるんですよ。見ててかっこいいな、よし俺もっていうことで、ギター熱再燃して、4日目です、はい、そういうわけで非常に、でしかもこれ自分のギターじゃなくてアイセのギターですからね、ね、あのお前も持ってこいって話なんですけどね、まあ、ごめんなさいね。なんかでなので、あのこれ言い訳ですけど、ここぐちゃぐちゃぐちゃってこうぐちゃぐちゃぐちゃってなってるのは僕のせいじゃないです、はい、アイセが切ってないだけですここ、ね、はい、なのでそこは突っ込まないでください。突っ込むなら彼女に突っ込んでください、ね、はい、さあそういうわけで、さあ告知をしましょうか。ライブ告知、おい時間押してる、もしかして大丈夫だよね、はい、次回の片山所長プレゼンツライブは2月の19日、はい、初なしだ、そうそう、片山所長が、はい、諸事情により、辞表をではなくて、諸事情により出入り禁止になりましてですね、で、笑いねえだろとか言わないでください、今そーっと言ったつもりなんだよ、はい、で、来月は、初なし、はい、2月19日片山所長はいないですけども、私、京極直子、小原愛瀬クリスタルチームで、もう一人今ゲスト、ね、ゲストゲストあ、ゲストアーティスト発見ということで、ごめんなさい、今ギターでいっぱいいっぱいなので、ごめんなさい、今お客さんの声を拾うことができません、はい、で、そうですね、それがあります来月2月19日ですね。で、これさっき決まったんですけども、3月の、どこだ、3月5日これは日曜日なんですけども、東京の虎ノ門、ちょっとここから遠いんですけどね、そこにある、イタリアンカメリーナという、まあ、こういう、スペースなんですけど、そこでアコライフという、まあ、あのアコースティックで音源を使わずに、ね、ピアノなりギターなり弾き語りの人のみが集まってやる、アコライフというのが、これもかれこれ10年ぐらい前から僕は出させてもらってて、で今回が、ボリューム 200回目ちょうどということで、ぜひ出てくださいということで、ご連絡いただきまして、先ほど出ることを決めましたということで、お時間ございました。3月5日、ドラマ門でお待ちしておりますので、はい、来てください、その中、まあ、それ以外にはマラソンのやつがいっぱいありましてね、僕あのいっぱいいっぱいなんですけども、はい、あのその辺の活動なんかはツイッターなり、Facebook なり、まあ、Facebook は非公開にしてるか、まあ、ツイッターの方をなんか参考にしてもらえればあれなんですけども、見ていただければわかりますので、ぜひチェックしてみてください。さあそういうわけで最後の曲、なし崩し的に Go to Paradise という曲をいきたいと思いますので、ごめんなさい、本当緊張して今噛んじゃってますはい、なので生温かい目で見ていただければと思います。聴いてください。じゃあちょっと盛り上がっていきましょうね、はい、では、芦田瑞希でした。またお会いしましょう。ありがとうございました。
せた言葉も君の前じゃまるで無意味なんだ。理由なんて分かってるだろうさ。制御不可能、僕がここにいるんだ。重なり合って止め合って行き着くのは We have to go paradise。 その瞳が見つめる先に僕たちの自由が終了。